の植物予品部から発見された。骨格的にはインドールアルカロイドの一種であるラウオルフィアアルカロイドに属する。予品瓶は血管壁に分布するアルファ1受容体遮断作用だけでなく交換神経系に分布するアルファ2受容体遮断作用も示す。血管拡張に作用する高アドレナリン作用のアルファ1受容体遮断作用より、 交換神経に作用する α 2受容体遮断作用の方が強い。高アドレナリン作用の発現量では副作用を示すため臨床では用いられない。獣医学領域では犬や鹿で鎮静状態からの回復に用いられる。さらに中枢におけるセロトニンに対する喫抗作用も知られている。また、サイン作用や 勃起不全に効果があるという根拠は不十分で、作用基準は生じた興奮を減弱させる因子を遮断するように働くと考えられる。興奮に対して積極的には作用しないため増量しても効果が増強するより、むしろ副作用の発言、増強を心配する必要がある。海外では、予品別抽出物が性的不能治療サプリメントとして、 流通している地域がある。予品瓶は、犬や鹿で、キシラ人の鎮静効果に拮抗する作用を持つ。予品瓶を含む、予品部抽出物は、西洋の伝統医学に用いられ、健康補助食品としても販売されている。予品瓶は容量に応じて、血圧を上昇、または低下させる。それぞれ、血管収縮作用、または、血管拡張作用による。 余品瓶は、α2 受容体に対して親和性が高いので、どちらかというと、α2 選択的阻害薬と言える。しかし余品瓶は、低親和性ではあるが、α1 受容体にも結合するので、高濃度では、α2 受容体遮断作用よりも α1 受容体遮断作用の方が勝り、危険な血圧低下が発現する。 そのため余品瓶は高濃度で様々な副作用を起こす。貧脈、過剰刺激、異常血圧、冷感、不眠症などである。余品部は西アフリカ及び中央アフリカに生育する。余品瓶はその樹皮から1896年に発見された。余品瓶の正しい化学構造は1943年に決定され。 その15年後、23段階で全合成が達成された。余品瓶は、α にアドレナリン受容体に対して高い親和性を有するほか、α1 受容体、5 h t 1ア受容体、5HT1 バイト受容体、5HT1D 受容体、5HT1 回受容体、5HT2 バイト受容体、D2 受容体に中程度の親和性を、 5HT1E 需要体、5HT2A 需要体、5HT5A 需要体、5HT7 需要体、D3 需要体に弱い親和性を有する。α1 需要体、α2 需要体、5HT1 バイト需要体、5HT1D 需要体、5 h t 2ア需要体、5HT2 バイト需要体、D2 需要体に対して遮断薬として作用するほか、 5HT1A に対しては、部分作動薬として作用する。余品瓶は高濃度で、セロトニン受容体およびドーパミン受容体と、相互作用する。余品瓶は、勃起不全治療薬として研究されてきたが、有効率は、不十分である。余品瓶は、シナプス前後の α2 受容体を共に遮断する。海面体のアドレナリン受容体は、多くが、 アルファ一受容体であり、シナプス後、アルファ二受容体遮断が海面体平滑筋を、弛緩させる作用は大変弱い。シナプス前、アルファ二受容体遮断は、中枢神経系及び、抹消神経系で、多くの神経伝達物質を放出させる。その中には、海面体での一酸化窒素やノルアドレナリンの放出も含まれている。一酸化窒素は、 勃起過程で血管拡張を担う物質であり、ノルアドレナリンは海面体平滑筋の α 一受容体を刺激して血管収縮作用をもたらす。生理学的条件下では一酸化窒素はノルアドレナリンの血管収縮作用を減弱させる。日本では劇薬である塩酸予品瓶を含む医薬品は 一般用医薬品の内薬剤師の対面による指導が義務付けられている、用指導医薬品として販売されている。分類は、その他の非尿生殖器官を呼び、肛門用薬であるが、強制競争剤として扱われ、ガラナポーン、ハンビロン、ストルピン M カプセルがある。2016年3月10日、マヤカナヘビ製は、自主回収され、販売中止となった。 ありがとうございます。